決勝進出車両が決定いたします。アメ車ワールドの公式 YouTube チャンネルカスタムカー紹介、こちらはですね、広島のカーボックさんが制作した車両、オーナー車両です。オーナーさんに車両の説明をお願いするんですが、こちら、車種、年式、グレードを教えてください。2012年、はい、フォードマスタン、ボス302のラグナセガー。2012年のボス302のラグナセカーですが、フロントのグリルのフォグランプの後にその面影がある程度で、あんまりラグナセカの特徴が残ってないですよね。そうですね、基本的に消してますよね、かなり。基本的にノーマルに見えるようにしてあると。いや、ノーマルには見えないと思いますが、カスタムポイント、まず、リップスポイラー、ボンネットピン、タイヤホイール、きれいにつらい位置になってますが、HRE、こちら、フロントとリアのタイヤホイールのサイズを、教えてください。ホイールは両方20インチで、はい、フロントが27、はい、リアが305、フロント275、リアが305。今走った4台はもう一度走れますので、そのままスタート移動に進めないようです。車高は少し下がってますよね。どのぐらい下がってますでしょう。いや、ちょっとはっきりは分からんけど、だいぶそうです。フロント 1.5、リア5センチぐらい下がってますかね。まだ一度もね、今初めて1回目走ったので、連続でこの4台かなりこう所属不明というか、まあ少なくともラグナセカとは誰も分からないですよね。そうですね。あ、ではちょっとラグナセカであるであろう証拠をちょっと見てみます。はい、インテリアですが、ボス302のオリジナルのレカロシート、そしてセカンドシートレスであちらのクロスメンバー、あれはもう本当にラグナセカの面影ですね。それ以外はステアリングとかは一緒ですし、シフトノブ、あ、こちらもですね、追加のメーター。さあ、それでは2度目の計測ということで、4台、これから、ラグナセカ、キーが確か通常モードと、スポーツモードと色違いであったと思うんですが、ちょっとキーをお見せください。マシントラブルということで、残り3台、これから赤キー。こちらのスポーツ走行モード用のキーですよね。はい、そうです。もう一つ白、シルバーでしたっけ。シルバーがもう一本あります。あ、じゃあやっぱキー分かれてるわけですね。はい、じゃあちょっとボンネットを開けていただけますか。リアクションタイム 0.16 秒、タイム 10.09.0。それではですね、あと集計をこれから行いますので、トップから、ジョロギー、はい、エンジン、ボス302、羽毛を変えまして、20から23位の、ちょっと待ってくださいね、試験者の川口さんがぜひ俺にも走らせる、エンジン自体はノーマルなんですよね。俺の最後に走らせろと言ってるようなんで、最初からこのタワーまで来るんですか。塗ってますね。ですよね。こんなに黒くないですよね。ペンキもわざと黒く塗って、カバーとかも黒じゃないです。赤、青でした。青か。で、もうメッキの一発目は足が、アクセルを踏む足がつったと言われておりましたが、みんなのハイテンションな姿を見ながら、じゃあちょっとエンジンをかけていただきます。お願いします。まあ、2、3度吹かしてみてもらえますか。はい、ありがとうございます。はい、次は液蔵その大気温ですね。お願いします。こちらかなり手が入ってますけど、もう完成ですかね。もう少しやろうと。あとはどのあたりを。フロントの足回りをいじろうと思ったんですけど。今は車庫帳が入ってるんでしたっけ？ちょっとものがうまくつかないみたいで、はい、それやめてちょっと内装を先に手を出そうかなと思うんですよ。内装どうされるんでしょう？いらないもの外して、はい、軽量化ロールゲージまで入れるかどうかですね。そして足回り、そうですね、余裕があれば足回りももう少し、あくまで NA にこだわって、そうですね、できればねのまま。野暮な質問ですが、はい、こちらの車にかけられた車両購入費カスタム、これまでにかけた金額を考えると、はい、シェルビー GT350 買えると思うんですけど、普通にそんな気がします。やっぱこのスタイルが好きなんですかね。どうしてもこの認識じゃないと嫌なんですよ。確かにボス302、13年からは顔が違いますし、この車はすごくレアはレアですよね。はい、なるほど、その辺こだわりなわけですね。はい、ありがとうございます。ライトレイン10回ゴールド。さあ2本目のマッチ。ライトレーン、9.993、レフトレーン。